こんにちはりょうですそれでは今日も元気よくお金の勉強していきたいと思います今日のテーマこれですね意外転職未経験者の評価が低くなる3つの理由とこういうテーマで話をしていきたいと思います僕の簡単なプロフィールですこんな感じになってますんでね興味のある方はまた見ていただければと思います質問をいただきました20代後半の会社員です私は新卒で入社した会社に6年勤めています去年大好きだった営業職から未経験の企画職に異動になってしまったこともあり若干仕事に行き詰まりを感じています 上司に営業職復帰への打診もしているのですが、長い目で見ればお前にとって得になる。石の上にも3年と思って頑張ってみろと言われ、相手にしてもらえません。転職も考えてはみたのですが、一つの会社に続ける方が市場評価は高い。転職回数が多いと不利になるという話を聞くことがあるので、転職に積極的になれないというのも正直なところです。企画職で頑張ってみるか。 営業として転職すするべきかか学長はどうお考えになりますか何かアドバイスいただけると嬉しいですとこういう質問いただきましたんで結論から答えたいと思います、えー、質問者さんの経歴とか専門性がわからないんでどっちの職種の方がいいとは言えないんですけど一つ質問者さんの誤解を得る情報を提供してあげることはできるかなと思うんですねその誤解とは何かっていうと一つの会社に居続ける方が市場評価は高いっていうものですねこれは必ずしも真実ではないと 20年前、30年前はそうだったかもしれないんですけど、少なくとも今は変わりつつある価値観なんですね。なんでこの動画では、転職未経験者の評価が低くなる3つの理由を解説します。30代半ばから後半になって人生1回目の転職をしようとしても、相手にされないリスクっていうのがあるんですね。これは知っておいた方がいいと。手遅れになってしまうことがないように、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。ということでね、えー、解説行きましょう。 転職未経験者のの評価が低くなる3つの理由とまずは理由1実績に疑問があるからですね一社にしか勤めたことのない人の実績っていうのは本人の実力なのか会社の実力なのか判断がつかないってことですこれ言われてどうでしょう皆さんピンってきます本人の実力なのか会社の実力なのか例えばどういうことかっていうととある電化製品の営業マンをしていた A さんが15年勤めた会社を辞め転職を決断と転職希望先の面接でこんなことを言ったんですね 僕は冷蔵庫を前期比120%を送りましたとかね 西日本エリアでで1位の営業成績を取りましたこんな感じですもしこれを聞くとね普通だったらあすごいってなるところかもしれないんですけどちょっと面接に慣れた人ならこう考えるんですね冷蔵庫が多く売れたのはたまたまその年度の景気が良かったり社内のエース技術者のおかげで他社に負けない革新的な冷蔵庫が開発されて誰が売っても売れるような環境だったんじゃないのかとかね西日本エリアで1位の成績が取れたのは大阪市とかの大都市の担当になって他の小さな証券エリアと比較 して売り上げが立ちやすい環境だったんじゃないのかこんな感じで考えるんですね。 営業マンの人は分かると思うんですけど、どのエリアに配置されるか、どんな商品の担当になるかは、営業マンの成績を決める重要な要素になるんですね。営業マンにとってはいわゆる運ゲーと。売れないものはどう頑張ったって限界ありますよね。で、ほっといても売れるものはどんどん売れると。多少売り方が下手でもね。でもしこの A さんが、最初の会社でも優秀な営業マンで、次の会社でも優秀な営業マンで、三社目でも優秀な営業マンだったのなら、間違いなく市場価値は高くなると。なぜなら、複数社での成功実 1> は1社ででの成功実績より再現性が高いからですねだからこれ社長業とかでもたまに言われたりするんですけど1社成功さすのはたまたまとかでねよくあると、えー、2つ目の事業3つ目の事業とかで成功できる社長はずっと食っていけるとか言ってねよく言われたりしますけどで一流企業にいた人ほど年齢を重ねてからの初めての転職に苦労するのは会社の看板のおかげで実績が出せただけなのか本人の実力によるものなのかこれが判断がつきにくくなるからですね 大企業にいた人がベンチャーに転職して失敗しがちなのも自分の能力と会社の能力をごっちゃにしてしまうせいとさっきの社長の例とかでもあるんですけどたまたまうまく時期とか時代とかね作ったものが良くて一社、まあ、一つの事業を当てたんですけどもう俺は何でもできると思ってそれが全て自分の能力だって勘違いしてどんどん次の事業を作るけどどんどん失敗させてしまうような社長っていうのも中にはいたりするんですね まあ中に空いたりするというより結構多いかもしれませんで。自分自身の会社でも僕自身長く採用に携わってきたんですけど前の会社で部長でした前の会社で売り上げを上げてきましたみたいなそういった方が面接に来られても実績の判断がつきにくいっていうのが正直なところなんですね。 複数者で実績を出している人の方が実績面では安心できると、えー、複数者渡り歩いている理由っていうのはちょっと確認したいところなんですけどね中にはちょっと人間性とか、まあ、チームで何か仕事をこなすのが苦手とか少々そういったところに問題がある方もいたりするんでそこの理由はね最初の質問にあったように聞いたりはするんですけどそこが納得できる理由なのであれば特に僕自身は、えー、不利にすることとかはなかったですね、えー、多くの方がそうなんじゃないかなと思います面接官がねただ不思議なことにどこに行っても成果を出す人っていうのは本当必ずいるんで ですよね欲しいのはこういう人材とあうちの環境に来ても成果を出してくれるだろうなっていう期待を抱かせてくれますよね、えー、何社も渡り歩いてもどこでも成績を出してきたみたいな人はなんか安心感ありますよねでもし市場価値を高めたいのであればいろいろな環境でも実績が出せる再現性の高い人材なんだって自分はこういう人材なんだってアピールする必要があるんですねだから1社に居続けることは必ずしも市場価値を高めるってことにはつながらないっていうわけですねこれが理由1と実績に疑問があるから次に理由 環境適応力に疑問があるからと一社で長く勤め上げたことが忍耐強い会社への忠誠心が強い信用できる簡単に辞めなさそうという評価につながるというのは事実と。ただその一方で この人、環境の変化に耐えられるのかなそういう疑問を持たれてしまうことも事実なんですね。僕自身はどっちかって言ったらこっちで考えますかね。大企業で15年勤め,れた勤められたってことは、大企業の環境に向いていたって判断される。外資で10年勤められたということは、外資の環境に向いていたと判断される。ベンチャーで5年働いたということは、ベンチャーの環境に向いていたと判断されるってことですね。その環境で長く働けば働くほど、忍耐強く頑張れるってアピールになると思うかもしれないんですけど、転職エージェン や採用側からするとなんだかんだこの人はそういう環境が向いてたんだなって見えるってことですね最終的にはあなたは転職しないでそこにいた方がいいですよっていう転職希望者にとってはもうそんなこと言わないでよっていう結果になりかねないんですね こうなってしまうと、不満を抱えたまま今の会社にしがみ続けるしかなくなってしまうと。実際僕の会社でも、一社で20年間勤め上げてきましたとかってね、えー、来られる方結構いらっしゃったんですけど、そうやって言われると、今の会社の方が20年間勤め上げてきたんだったら、20年と言わず10年とかでも、今の会社の方がいいんじゃないかなとか、新しい会社に適応できないんじゃないかなって意地悪とかじゃなくて心配になってしまうっていうのが確かなんですね。ましては家族がいるなら家族の環境も多少変わってしまうと思うんで、余計心配になってしまうと、採用側からするとですね。 で一度でも転職を経験したことがある人はわかると思うんですけど転職っていうのはリスクがあるんで大きな勇気、決断力が求められると転職して環境が変わった直後は会議や商談などことあるごとに胸がドキドキしたり緊張で眠れなくなったりすることもあるかもしれない特に年齢を重ねれば重ねるほど人間は保守的になるんですね皆さんのお父さんとかお母さんとか見ててどうですか キャラがもう確立されてて、新しいことにチャレンジしたりとか、あえて環境変化させたり、こういう行動はあんまり起こしてないんじゃないかなと思います。まあ自然なんですよね。こういう風になってくると。ただでさえストレスのかかる大きな環境変化を30代後半、40代になるまで経験してこなかった。その事実は間違いなく弱点としても認識されることを理解しておいた方がいいと。 僕自身は今日が人生で一番若い日っていう価値観なんで何歳からのチャレンジでも OK ってもちろん思ってるんですけど一般的にはそう見られないこともあるっていうのは知っておいた方がいいと。 それから最後に理由さん。主体性に疑問があるからですね。これまでの話を聞いて中にはこういう人もいるかもしれない。うちはしょっちゅう移動があって定期的に環境が変わってるし、転職みたいなもんですよ。それは確かにその通りなんですね。一つの会社、一つの事業所で同じ仕事をし続けてきた人よりは、成果の再現性、環境的協力、この二つに疑問符は付きにくい。ただこれは多少はっていうことですね。多少は疑問符は付きにくいっていことですね。とはいえ、 今回の質問者さんのように移動っていうのは最終的には会社の意思決定なんですね。上司に移動願い、希望を出すことはできるけど、最後に決めるのはこれ会社ですよね。もしキャリアプランを気にかけてくれる優しい上司がいても、その人もいつまで同じ会社、同じ職場にいるかわからない。話のわかる上司が移動してしまえばえ、皆さんのキャリアプランはもろくも崩れ去る。結局どこまで行っても他人任せになってしまうんですね。一方で転職っていうのは最終的には 自分の意思決定なんですね。ここが大きく違うとえ。周りの誰に何と言われようと決めるのは最後自分。この点が移動とは大きく違うわけですね。外資系企業なんかはこの評価が顕著で、ずーっと同じ会社に続ける人を、自分のキャリアを主体的に考えられない人と判定すると。 自分の運命を自分でコントロールしようとするなら同じ会社に続けるなんてありえないよね。そういう感覚になってるわけです。欧米でも家族経営がうまくいっていた時代はそんなこともなかったみたいですけどね。えー、質問者さんは営業が大好きなのに今は企画職になってしまったとのことなんで、もしあと3年企画職を続けたら営業5年、企画職4年のキャリアになるんですね。すると転職市場は質問者さんを企画屋として評価するんですよ。 なぜなら直近3年ぐらいのキャリアが重視されるからですね企画もできる営業マンではなくて営業のことも理解している企画屋ってこういうふうに見られるんですよこの事例を一緒に考えてみてほしいんです SE、まあ、プログラマーみたいなもんだと思ってくださいえプログラマー歴5年それから営業歴5年え営業歴5年が今の職種です こういう人がエンジニア採用規模で面接に来ました。面接官だったら、皆さんが面接官だったらどうですかもはやエンジニアとしての専門性は期待しないですよね。昔、5年以上前にプログラマー、エンジニアをやってました。 で、ここ直近5年は営業をやってますって言ったらもはやもうエンジニアとしての専門性は期待しないですよね。僕自身が面接官でも直近のキャリアが気になるところですね。昔これやってましたってなってもちょっとねもう使えなくなってるんじゃないかなとか、えー、ちょっとそういったところ心配があって期待しづらいと。 もし質問者さんが営業のプロフェッショナルとしてキャリアを作りたいのであれば長く企画職を続けることはあんまりお勧めできないこういう時に俺は営業として頑張りたいんだって主体的にキャリアを考え自らの意思で方向を変えられる人が最後は満足度の高い仕事に就くことができると会社任せでゼネラリストにされてしまうと市場価値は激減してしまうんですね 広範囲でも物事を見れる人っていうね、ゼネラリストっていう見られ方をするっていうよりは、どれも中途半端な人ってみなされてしまうと。市場が求めてるのはスペシャリストでね。 僕自身もよく冷蔵庫と一緒やとか言ってるんですけどね。冷やされへん冷蔵庫とか、ちょっとだけしか冷えない多機能冷蔵庫みたいになったらあかんみたいなね。えー、冷蔵庫は冷やすのが仕事だから、えー、ここだけ俺に任せろって、そのポジションさえしっかり守れたら、それで何か仕事はね、出てくるんだみたいな、そんなことよく言ってますけど。えー、ちょっと話し取れましたね。まとめいきましょう。変化に乗れる主体的な人間になろうと。というわけで、えー、転職未経験者の評価が低くなる3つの理由。1つ目、実績に疑問。 二つ目、環境適応力に疑問。三つ目、主体性に疑問。これらについて解説しました。もちろん、転職経験の有無、回数をどのように評価するかは、業界のカルチャーとか会社のカルチャーにもよるんで、一概には言えないんですね。自分が希望する業界業、職種が転職に対してどういう感覚を持っているのか、それを知っておくだけでも、今後のキャリアを考える上で参考になるはずと。年齢を重ねた後に知っても手遅れになりかねないんですね。 具体的な求人の紹介や面接対策、履歴書のフォロー、キャリア診断だけじゃなくって、この会社は転職回数が多い人はダメですとか、この会社は転職回数は気にしません、実績勝負ですっていった感じで生の情報を提供してくれるのが優秀な転職エージェントなんですね。ネットでグーグルだけでは手に入らない情報が手に入りますので、ぜひうまくね、活用してほしいなと思います。で転職の意思決定は情報戦なんですね。どの業界、 会社職種が厚いのか今の自分には何社から年収いくらでオファーがあるのか こういう情報は押さえておくべきと。数十社から厳選したおすすめエージェント3社を、この動画の概要欄にリンク貼っておきますんで。でまた、転職エージェントの賢い利用方法については、こちらの動画でも解説しています。転職エージェントを利用する前に知っておくべき重要ポイント8選ということで、こちらの動画ね、転職考えられている方、ぜひ参考にしてほしいと思います。今の時代は、新卒一括採用から年功序列で終身雇用っていう必勝安定パターンが崩れつつあるんですね。えー、どっちかといえば、この時代の方が特殊だったと。えー、就職 更新、結婚、出産、育児といったライフステージの変化に伴って手当をつけたり福利厚生をつけたりと会社が最後まで面倒を見てくれる時代ではなくなってきているんですねビジネスサイクルの移り変わりも激しくて勝ち組業界負け組業界が頻繁に入れ替わって学生の人気就職ランキングもすぐに変わりますよねメガバンとかもう上位から消え去りましたよね変化の激しい時代を生き残るコツは 変化に乗れる主体的な人間になることと。転職ありきで考える必要はないんで、どうやったら自分の理想のキャリアが築けるか、ぜひね、主体的に考えてみてほしいなと思います。ということで、以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それから、リベ大書籍出ましたんで、6月19日発売ですね。ぜひ手に取っていただきたいと思います。それから、オンラインコミュニティ、リベシティ運営してます。お金にまつわる5つの力を育てる場ですね。 転職職失業退職チャットもありますんで自分のキャリアと向き合って行動している人たちたくさんいますから相談したり意見交換したり仲間がいると行動の原動力にもなったり失敗談を聞いたりとかして生かせると思いますんでこれもねこの動画の概要欄から、えー、飛べるようになってますんでぜひチェックしてみてほしいと思います今日が人生で一番若い日です 転職回数は少なければ少ない方がいいと思っている人はまだまだいるんですね。でも、解説したように今や一社だけに勤務し続けるってことがリスクなんだっていう視点も知っておくべきです。自分のキャリアは自分で行動して、選択して、決定して、自分自身でコントロールしていく時代と。転職の話だけじゃなくて人生をね、主体的に行きましょうと。人生の主役は自分自身ですから。ということで、これからもしっかり学んで行動して自由への道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日も、ありがとうございました